今回はバックハンドなんですけど、まず持ち方からちょっと説明したいなと思います。まず左手は縦にラケットを見たときに上から握るぐらい、包丁ぐらいですか。包丁ぐらい、まあ、サーブとかと同じぐらいで、右手は右手なんて言ったらいいのこれ右手なんて言ったらいいのまとめてこい右手はここの、このくぼみのところ、出っ張ってるところ。くぼみ好きですね。くぼみじゃないわ、出っ張ってるところ、出っ張ってるところに、この親指と人差し指の間が来てちょっとだけこっちかな、ちょっとだけ、内側にずらす、内側っていうか親指側にずらす、ほんのちょっとだけで、これぐらい、これがバックハンドのグリップ。ジョガヨシヒト君のね、僕の。多分スピンかける人とかもうちょっとここが外側なんじゃないかな。ナダルとかね、ナダルとかは下から振り抜いてスピンかけたい人はもしかしたらこの僕のこの人差し指の真ん中にあるところから、僕はこっち側やけど、ちょっとナダル選手は多分こっち側、ちょっと人差し指側にずれてるんやと、で僕はちょっとフラットケアから親指側にずらしてる。なるほど。で、僕バックハンド本当にスピンあんまりかけないから、これも本当にフォアハンドと一緒で、ここの構え方は本当にどうでもいい。なんなら僕ここの構え方なんかもういろんなトップ選手の真似しすぎて、なんか7、8種類ぐらい目増えてるんやけど、それでも全然打てる。確かにね。そうっていう理由は、やっぱりさっきもホームで言った通り、ここの当たり面の当たる位置っていうのは本当重要で、特にバックハンド苦手な人多いと思うけど、やっぱりこの当たる位置がずれるとボールってずれていくし、でも逆にそれをしっかり毎回同じ場所で捉えれればボールってしっかりちゃんと飛ぶから、やっぱりバックハンドも同様でこの当たる位置っていうのが最重要。打点ね。打点だから、ここを意識してラケット送れるよりもここじゃなくてどうやったらここに当たるかなっていうので俺は構え方を考えてる。でボールのスピードによってちっちゃくしたり、跳ねるから高くしたり、低いから低くしたりってことでしょ。で、基本僕はフラットやから、あんまりラケットがこう下から持ってくるイメージではなくて、もう横から入ってこのまま振り抜いていくイメージ。結構スピンかける人ってここがちょっと下から入ってここの振り抜きでスピンかけるけど、あんまりそれは打たなくて、めちゃめちゃ低いボールとかはこうやって打つけど、基本的なボールのこの辺の位置、この辺立てるときはもうフラットの感覚、ここをまっすぐ当てるイメージで、もう一個意識してるのはしっかり体重を前に乗せること。当たってからこうじゃなくて、なるべく俺は当たってから前に、ここまでが基本的に俺のバックハンドで、前に行くことによってやっぱしっかりパワーが出せる。ここの、フォアハンドみたいに遠心力が大きく使えるわけじゃないけど、パワーを出す、足からパワーを出すことによって押していくイメージで、ボールを押していくイメージで前に体重乗せていくとしっかりパワーが出る。そのがすごい重要なポイントで、もう一個は苦手な人ばっか、苦手な人に多いのはどうしても僕は左利きやけど、自分の利き腕を意識しすぎ、僕左利きやったら左手で打とうとしすぎ、バックハンド苦手な人で、僕がめちゃめちゃ意識してるのはもう逆手、右手、なんなら右手で打ってるイメージ。あ、もう片手で打ってるんだ。そう、もう本当に左手は添えてて、右手でラケットをコントロールしているイメージだから、逆に逆手の左蹴った右手の人と左手が使えやんと、ここのラケットの長さが出やんから、ここがちっちゃくなってしまうわけ。ここで振り抜こうとすると、左手で振り抜こうとするとこうなる、こっちになるから絶対。だから逆に右手が使えると、ここが当たってから長く使える。
両手だしね、分やっぱボールもパワー出せる。これが結構バックハンド苦手な人で あんまりできてない人多いから、苦手な人はちょっと逆手も意識してみてください。逆手でね、片手で打ってみたりとかもいいかもね、練習としては。じゃあまあ、これから僕のバックハンドを、見てもらいます。どうぞ。はい、今回は、バックハンドを説明させてもらったんですけど、苦手な人正直多いと思います、バックハンド。でもそこが少し成長することによってプレーの幅がどんどん膨れていくんで、しっかりと、自分との逆手を使ってみたり、打点の位置気にしてみたり、足の入り方気にしてみたりっていう部分で、少しでも上達してもらえばいいなと思います。今回は僕のバックハンドを説明させていただきました。ありがとうございました。